毎度工事屋です。ライカ L マウント、スクリューマウントの交換レンズです。ブラックですね。キャップ純正ですが、ちょっと当たりあります。フードも純正です。テレンプもきちんと残ってますね。で、純正です。多少スレなどあります。ヘクトール 73mm の F1.9 ですね。番号が128000。かなり古いですね。コーティングないです。ノーコーティングの時代です。外観ブラックペイントですので、まあ、多少こういうところは擦れてますね。剥げてます。メッキはニッケルです。このように象眼ですね。こちら象眼もの綺麗に残ってます。キャップもフルっぽいのがついてますね。ヘリコイド、まあ、まずまずですが、この時代のライカのレンズはこう無限ですね。無限とか最短でちょっとこう食う感じですね。ぐにゅって入る感じはあります。絞り問題ないですね。ゴミみたいに見えるのは気泡ですね。古いレンズはどうしても気泡が入っていることが多いです。ちなみに気泡は全く写真には写りませんので問題ないと思います。古い、かなり古い、12万台というとかなり古いと思いますが、古い割には抜けてます。このようにスカッと抜けてます。まあ、うるさく言えば曇りスレなどはあると思いますが、まあ、かなり古い割にはいい方ですね。このように抜けはいいです。まあ、外観多少擦れてますが、まあ、このペイントの時代は仕方ないレベルだと思います。ひどい当たり傷はないようです。まあ、ヘクトールにしてはいい方だと思います。73の F1.9 になります。